ミルトンさんですね。何でしょうか。ここはどこですか。文字書いてある。ニコニコ本社。ニコニコ本社。はい。池袋パルコの P ダッシュの B 2階地下なんですけれども、こちらなんとですね、ニコニコの本社にニコカフェっていうのがあるんですね。で、こちらでニコカフェとマックス村井の奇跡のコラボレーションのあのマックス村井カフェ。マックス村井カフェ。そう。で、ここにあるんです。ここにできるんだ。できるんです。今日は実際にコラボメニューとかもですね、実際に確認してみようという。チェックします。はい。で、連れてきました。はい、これが喫茶花のミックスジュース、うん、これは、マミルトンからいただいたレシピ通りに作ったものです、うん、なるほど、はい、ちょっとご賞味あれ。味がうちの大阪の実家の喫茶花の味通りになっているかどうか、いただきます。はい、ちょっとバナナ多いかも。あと牛乳もちょっとあった。牛乳感がちょっと足りひん気がする。でもなんか市販のミックスジュースって言われてるやつよりはめっちゃ近い。なるほど、近い。牛乳さん、バナナさん、フルーツも、フルーツさんの最後隠し味のシロップ。なるほど、お願いします。はい、3331です。はい、わかりました。これ伝わったかな。多分なんかすごい難しい注文。ただ私がお父さんから聞いたレシピがですね、はい、言っちゃっていいかな。多分言っていいと思うんで、多分レシピここに出しましょう。おお、出す。牛乳は目分量って言われた。正確な分量分からないって言われた。そう、お父さんの味、もしくはお母さんの味、熟練の味に。そう、そのミックスジュースが、そのミックスジュース、ね、そう、ここで飲める。ジュースがここで飲める。大阪に行かなくても飲める。大阪ジュース、あの大阪ジュース。大阪ジュース。はい、331やってきました。あ、331、331隠し味1。これね、大丈夫やと思うの。本当？はい、じゃあ、いただきます。お願いします。はい、ごめんなさい。3331です。数字弱い。確かに。あ、めっちゃ近い。お、来た。若干甘さ控えめな気がするけど、でもこんぐらいがいいと思う。隠し味って言ったら位置がシロップなんですけど、それがちょっと抑えめやから、フルーツの甘さだけでなんか成り立ってるから、これでいいと思う。あ、本当に、うん、お、じゃあこれはマミルトン監修完成ってことで大丈夫ですよね。早いっすね。早いっすね。結構再現度高い。お、結構ね、これフルーツ大量に入ってて、あの、見たら分かると思うんですけど、結構ドロドロなんですよ。わかる？これ関東の肉普通ジュースこんなドロドロじゃないと思ったの。サラサラやと思った。これは喫茶花のミックスジュースやわ。おお、うん、OK いただきましたので、こちらで、はい、マミルトンの生まれた喫茶生まれたはい、ではこちらで、はい、完成。はい、こちらが喫茶花のミックスジュース、はい、いたしましたので、まんまやと思います味。はい、ぜひ飲んでください。はい。次行っちゃいますか。どうした？お時間ありますか？あ、でももう全然大丈夫ですよ。どんなもんでいて？どんなもんでいて？じゃあね、ちょっとね、他にもね、試してみてほしいんです。うん。持ってきますので。これね、本当にね、美味しい。これ今減った量で見たら分かるけどね、めっちゃ飲んでもうた。これはおすすめ。本当に。うん。マジで美味しい。ミックスジュースね、すごい美味しかったんだけど、飲み物飲むと結構ね、お腹空いてきたんですよ。で、今ね、すごいいい匂いがしてる。目には見えてないけど、なんかね、すごいいい匂いがしてきてる。おー、やっぱりソースの匂いがめっちゃしてた。お待たせいたしました。はい、こちらはですね、バイヤーが熱望する炭水化物。これあれ、糖質制限ダイエットしてるバイヤーが食べられない2種類のセットってこと？あのね、バイヤー、うん、今一番何食べたいですか？そうね、焼きそばとコッケ。こちらはですね、昔ながらのジャガイモがメインのコロッケです。ホクホクしてるよ、うん、もうね、てかね、食べなくても分かる。これもう多分美味しい。うわー、美味しそう。
サクサクしてる、サクサクしてる、うん、あ、中身ホクホクや、じゃがいもですね。いいな、いいな、いいな。いただきます。おいしい。これはバイヤーかわいそうだね。みんなでおいしいってバイヤーに言ってあげようねじゃあ焼きそばいきましょうか。次焼きそば、はい、いただきます。おいしそう。ソースがたっぷり、うん、で麺がねすごいもちもちしてる。おお、これは美味しい。うん、びっくり食べていいよ、うん、これねめっちゃ美味しい。バイヤーがかわいそう。元気元気なコメント、勢いすごい、ね、あのちなみにこのコロッケと焼きそばを、あ、一緒に、そうです、食べてみよう。めっちゃ腹にたまるじゃないですか、うん、さっきまでめっちゃお腹空いてたんやけど、うん、まあ結構まだ一人分も食べてないのに結構、ね、満腹感がある。おお、なるほど。これ一つでね、まあ、2品頼んでるようなもんやからね。そうやね、うん、確かにお得やね。ということでこれは、はい、バイヤー完食してないけど、バイヤーに食べさせたい炭水化物セットってことで、はいよオッケー、OK、はい、限界突破から揚げです。限界突破なの。まあまあ、あ、から早いの。私限界突破したいね。あ、これは美味しいわ。美味しい、これめっちゃ美味しい。ご視聴ありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方はぜひともよろしくお願いいたします。私たちアップバンクは毎日の動画更新以外にも様々なイベントや生放送を行っています。今後のイベントはこの動画の概要欄からチェックできますのでぜひともご確認ください。現地で参加できるイベントもありますので機会がございましたらぜひともお越しいただければと思います。マックス村井チャンネル以外にも高橋くんやおすけバイヤーのチャンネルなどたくさんのチャンネルを運営しています。どれも楽しいチャンネルばかりですので、ぜひとも、他のチャンネルも登録をよろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。さよなら。